1982年の世界耐久選手権は FIA スポーツカー世界選手権の30年目のシーズン。1982年4月18日にイタリアのモンツァで開幕し、10月17日にイギリスのブランズハッチで閉幕するまで全8戦が行われた。ドライバーズタイトルは8戦、マニファクチャラーズタイトルは5戦で争われた。参加車両は グループ C スポーツカー、グループ BGT カー、グループ6のニシーター、グループ5のスペシャルプロダクツカー、グループ 4GT カー、グループ 3GT カー、グループ2ツーリングカー、インスタ規定の GTX、GTO、G2 カーの各クラス。マニファクチャラーズタイトルはグループ C とグループ B のみにかけられた。 ドライバーズタイトルを獲得したジャッキー、X ・イクス1975年撮影ドライバーズタイトルのみマルティーニ・レーシングのランチア・ LC1 は8戦中3戦で優勝したドライバーズポイントはクラスにかかわらず各レースでの上位10名に対して20から15から12から10から8から6から4から3から2から1ポイントが与えられたまた 以下の通りのボーナスポイントが与えられた。各ドライバーはベスト6000のみのポイントがカウントされた。レースの間に車両を変更したドライバーにはポイントが与えられない。また、その車両の最低30%をドライブしなければポイントは与えられない。ロスマンズ・ポルシェのポルシェ956をドライブしたベルギー人ドライバーのジャッキー・イクスがタイトルを獲得した。 総計125名がドライバーズポイントを獲得した。ポルシェ956がマニファクチャラーズタイトルを獲得した。フォードエンジンを搭載したロンドー M382 がランキング2位となった。マニファクチャラーズポイントはグループ C 及びグループ B 車両の上位10台のみに20から15から12から10から8から6から4から3から2から1ポイントが与えられた。 各、マニファクチャラー最上位の車両のみにポイントが与えられ、ベスト4000のポイントのみがカウントされた。中、FIA は、エンジンとシャシーの組み合わせを、マニファクチャラーとみなした。同一のエンジンを搭載する、異なったシャシーは、それぞれ個別の、マニファクチャラーとして、ポイントが与えられた。ABCDEF オートスポート、エンデュランスレーシングレビュー、1982。 サプリメント2オートスポート、ジャニワリー6、1983、ヤーノ・シュウィンプフェン、タイムツーシーツ、1999、ページ1347、ハット ABCDEFGHIJK、FIA Yearbook。1983、グレーセクション、ページ80、FIA Yearbook。1983、グレーセクション、ページ79、 オートモビルイヤー、1982-83ページ154ありがとうございます。